さん、喜ばしきはイエスなすべ、喜ばしきはイエスの救い、広く伝えよイエスの救い、地の果て海の熊熊までも進み伝えよイエスの救い、波も伝えよイエスの救い、罪に届けよイエスの救い、波もろともに島々叫べ、よいたぐいなきイエスの救い、高く歌えよイエスの救い、死をによれるイエスの救い、暗きを歩む人に伝えよ、命の主なるイエスの救い、歌えよ叫べよイエスの救い、もろたに受けよイエスの救い、野山に響く勝ち歌聞けよ、褒めたとおるはイエスの救い。いい歌ですね、これね。それでは、ヨハネによる福音書の12章の36節、ヨハネの、12章。ヨハネの12章の36節後半から50節までお読みしました。ヨハネによる福音書12章を36節、段落が変わった後半から50節まで、うん、イエスは彼らのことをお話になると立ち去って彼らから身を隠された。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の身腕は誰に表されましたか、といった預言者の言葉が成就するを見たからで、イエスを指して言ったのである。しかしそれにもかかわらず、指導者たちの中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白はしなかった。街道から追放されないためであった。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。またイエスは大声で言われた。私を信じる者は私ではなく、私を使わした方を信じるものです。また私を見る者は私を使わした方を見るのです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。誰かが私の言うことを聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁きません。私は世を裁くために来たのではなく、世を救うために来たからです。私を拒み、私の言うことを受け入れない者には、その人を裁くものがあります。私が話した言葉が終わりの日にその人を裁くのです。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が、私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であると知っています。それゆえ私が話していることは、
父が私に言われた通りをそのままに話しています。当時のこうユダヤ人社会にあってですね、イエスを信じるか信じないかで随分心のせめぎ合いがあったようです。イエス様が地上におられた当時のユダヤ民族の間のことですね。とはいえ、この議員たちですから、そのユダヤ民族をまあ代表するようなそういう立場階層の人々の中にもイエスを信じる者は多かった。これ42節ですけども、指導者たちの中にもって書いてますね。中にもイエスを信じる者がたくさんいた。ただパリサイ人たちをはばかって告白しなかった。街道から追放されないためであったということですね。追放を恐れて、告白はしなかった。公には言い争わなかったということですね。ここでこう議員とか指導者と訳されている言葉は、あの筆頭にある人々、すなわち人々から尊敬を受けている、まあ、重要人物ということです。その中で実は心密かにイエスを信じている人が多かったということは結構、まあ、重要なことを表しております。なぜならこの人々はユダヤ人、ユダヤ民族自身の間で重んじられている人たちだからです。ユダヤ民族は聖書、そうですね、旧約聖書の民として、聖書を重んじ、聖書に記された全世界の創造主である誠の唯一の神を信じ、そのことに民族のまあ攻防をかけてきたわけです。その中でリーダーシップを担う者たちのうちでイエスを信じる者が多かったということは一体何を表しているのか。イエスが決して旧約聖書をまあ逸脱した神で勝手気ままな言説を流す、そういうものではない。かえって聖書に予言されてきたキリスト、予言されてきた救い主であると認めざるを得ないものである、まあ、そのことを聖書の民の中の良識ある人々が認識したということに他なりません。とはいえ、追放されることを恐れてね、追放されるされないためにということは非常に難しい問題であります。すなわち板挟みということですね。しかし言えることは、重要な問題だからこそ悩むわけですね。例えば今晩カレーにしようかというのにですね、お父ちゃんがですね、こんなもん絶対にあかんと言えばですね、こんなもんやめとくわと言って、カレーを作らないでやめてしまう、そういうふうにはまあいかないわけですよね。イエスなど信じたら村八分にするぞと脅かされて、もう簡単に断念するわけにはいかない、そういう大事な問題です。しかし立場も信用もあるものとして村八分は非常に困る、そういう状況の中でイエス様は畳みかけるようにこう断言されました。44節またイエスは大声で言われた、私を信じる者は私ではなく私を使わした方を信じるのです。私を使わした方、イエス様を使わした方とは、すなわちユダヤ民族がその命をかけ、民族の命運をかけて信じてきた天地の父なる神です。自分たちの命をかけ、民族の攻防をかけてというのは、まあ、次に説明します通り生半可なことではなかったわけですね。ユダヤ民族は先祖アブラハム以来その神様との約束を守ってですね、まあ、それを守るべく求められて、自分たちがの先祖のアブラハムがその約束を神と交わして、まあ、生きてきたということですね。約束の中には次のような予言が含まれておりました。もし約束を守れば繁栄する、約束を破り続ければ苦難を受け他の国に散らされるという結果を招く、しかしその散らされて苦しめられている、その散らされた地でね、悔い改めるようになるし、その後再び民族として
集められるということがですね、もうずっと早くから約束されてるわけですよね。イエス・キリスト登場の時点では以上のような約束、予言が成就する、その通りになったということをユダヤ民族はすでに身をもって、まあ、体験し終わってる、ね、神様との約束を守らなければ苦難を受け他の国にこう散らされてしまう。しかしその散らされた先で、誠の神様を信じて生きよ、悔い改めて生きるならば再び民族として集められる、その結果として現在、その当時の現在ですね、ユダヤ人たちは一つの民族として生きてる、まあ、そういう体験をね、生きてる、まあ、そこにすでにあったわけです。ソロモンの時代の大繁栄も経験したわけですね。そして偶像を拝みね、約束を破り続け、亡国の浮き目も見たわけであります。でその神殿は結局ね、壊されてしまう、焼かれてしまう、そういう体験をしたわけですね。でさらにすごいことは、ユダヤ民族が散らされた先々で、その天地を作られた自分たちがね、従うべき誠の神、唯一の神に立ち返り、聖書に立ち返って生きる中で、まあ、不思議な守りや祝福を味わってですね、まあ、あの映画ベンハーっていうのがありましたよね。あれもその散らされた谷ユダヤ人の中の一人の人物の物語ですよね。やっぱり数奇な運命をたどる、まあ、そういうこう話がたくさん実際にあったんでしょう。いろんなことがあって、彼らをユダヤ人を征服した国の民の方が帰ってですね、ユダヤ民族の生き様に、まあ、興味を覚え、ユダヤ人が信じる神っていうのは一体何なんだっていうことですね。そういうことで、その源泉である聖書に記された神を知らされる状況が生じたっていうことですね。ユダヤ人っていうのは征服された民で、散らされた民なのに、このユダヤ人が信じてる神はどうもなんかとんでもないすごい神様みたいだということで興味を持たれちゃった。で聖書っていうことを、聖書に書かれてることで、聖書に記されてる、聖書を通して約束している神様に、ユダヤ人でないユダヤ人を帰って、その征服した人々が興味を持つという非常に不思議な歴史の状況ですね。でそれはローマ帝国においてもそうであったわけですね。でユダヤ人はローマ帝国の属国としてではありますが、元の場所に集まり、まあいわば自分たちの、まあ、国家を一応営むというふうになっていたわけです。まあ、例えて言うならば、父親から感動されて家を出て行った息子がですね、まあ、その父親から感動されてっていうのは、誠の神様に罰されたっていうことですね。で出て行ったその先で父親の偉さに気がついて、でその言いつけを守って生きていたら、まあ、周囲の人々の、ね、信用を得てですね、その父親の家名がかえって高められたっていうようなものなわけです。生きている神様ですから、実際の人類の歴史の中に介入してくださり、民族として保たされ、回復に至らされたというふうに私たちは、まあ、見てるわけですよね。で周辺民族も、ユダヤ民族自体はね、大した連中ではないけれども、彼らが信じてる神はどうも本当に力ある神なんじゃないかと思わざるを得ない状況があったわけです。そういう歴史を踏まえてのイエス様のお言葉でありまして、私を見る者は私を使わした方を見るのであるということなのであります。もう非常に彼らとしてはね、困っちゃったわけですよね。イエス様は正面からおっしゃるわけです。人として生まれたものであるならば、当然のこととして恐れ礼拝することが当然である、そういうお方、天地を創造された誠の神と自らは同一であるということをユダヤ人の指導者たちの前でも堂々とですね、おっしゃったわけですね。それはイエス様は気が違ってるか、本当のことを言ってるか、どっちかですよね。でイエスは、
5章18節でありまして、イエスはご自分を神と等しいものとされたからである、ね、イエスはご自分を神と等しいものとされたからである。さらに明確に記された箇所もございます。村八分や迫害はごめんこむいたい。しかしイエスのことは私が人間として生きるためにどうしても捨てることのできないこと、真理である。その板挟みを聖書はですね、彼らは神からの誉れよりも人間の誉れを好んだ、彼らは神からの誉れよりも人間の誉れを好んだと、まあ、カッパしてるわけです。しかし人間は弱いものです。この福音書を記した記者自身もですね、私は迷ったり間違えたりね、私はしたことはありません、私は正しいことだけを行ってきましたというスタンスで、自分自身がこの文を書き記したのではないことは明らかです。実はまあ次回のメッセージの題は弟子たちの正体という題なんですけども、このもうイエス様のもう一番直属の弟子というかね、十二弟子であってさえいかに人間であるからには弱く失敗してしまうかということを聖書は赤裸々に描いてるわけですよね。で神様は私やあなたの弱さを十分にご存知の上であえてキリストのもとへ招いてくださっているわけであります。ですからキリストは私を信じる者が誰も暗闇にとどまることにないことのないように、私を信じる者が誰も暗闇にとどまることのないように私はと言ってくださっているわけであります。自分たちの力でね、自分の力で一生懸命、この暗闇の方に行ってしまわないように一生懸命ね努力しないといけないんだったら、私たちにこうとても望みはない。神の誉れより人の誉れを求めてしまうものですけども、イエスも信じる人がね、誰も暗闇にとどまることのないように私はっていうことはね、の方が父なる神様の方が働いてくださる、いろんなことを動かしてくださる、そういうことですね。ですからキリスト教というのは2000年間続いているわけです。事実、キリストを信じる者は暗闇にとどまり続けないようにしてくださるというのは、イエス・キリスト様ご自身の側の約束なのです。ですから私たちはそのことにね、期待し信頼し信じる必要があるということですね。そのことが求められているということですね。私たちはどんなに信じないように圧迫を受けたとしても、心の中で求めることはできる、祈ることはできるのであります。イエス様を信じ続け従っていくことができるようにということをね、願い続けることができる、祈り求め続けることができる。イエス様は求め続けなさい、そうすれば与えられます。ね、戸を叩き続けなさい、そうすれば開かれます、と約束なさいました。これが、キリストの宣言であり約束です。今不自由な中に置かれていても、悶々とした中にあっても求め続けましょう。救い主イエス様はあなたを暗闇の中に決して放置し続けてはおられません。ありがとうございます。